イブ・サン・ローラン・ゴーテ、光り輝く未来への角で、ヒラの仕アジアアンバサダーとしての新たな冒険、魅力的な瞬間に焦点を当て、ファッションの舞台裏から新たな冒険に踏み出したヒラの仕さん、イブ・サン・ローラン・ゴーテのアジアアンバサダーに就任し、そのきらめきを存分に発揮しています。アンバサダー就任 &CM 発表会見の模様をお伝えします。まず、登場の瞬間。 黒のタキシードジャケットに身を包んだヒラノさんは、サンローランの世界にふさわしい完璧なスタイルでスポットライトの中へ。しかし、その一方で、エッジの効いたクチュールな雰囲気の中でも、彼の笑顔は変わらず穏やかでした。イブ・サンローランボーテのアジアアンバサダーに就任した考えを語るヒラノさん。子供の頃から自分が憧れていたブランドなので、その世界観の中に自分が入れるというのは光栄だと思いました。 彼が語るように、これは彼にとっての夢の一瞬だったようです。僕なりにそれを表現して、皆さんにブランドの魅力を伝えられたらなと思っています。と平野さんは続けます。これからのアンバサダーとしての役割に、自らのクールでラグジュアリーなイメージを加え、新しい魅力を発見していく決意を感じさせます。会見前に訪れた表参道フラッグシップブティックでのエピソードも興味深い。製品のボトルやパッケージに、 選手ものデザインから好みの柄を選んでプリントできるアトリエプリントに注目し、世界でここだけというアトリエプリントも、と彼は語りました。この独自の体験が彼の感性をより一層豊かにしたことでしょう。そして音楽の世界でも活躍する平野さん。デビュー曲の成功は日本だけでなく、世界的な注目を浴びています。アンバサダーとして、各国の仲間たちがどのようにイグ・サンローランを身につけているのか。 その一端を自分の目で確かめたいと語ります。自身がまだ見ぬメイクアップにも挑戦したいという彼の姿勢は、挑戦と成長への渇望を感じさせます。2024年も、引き続き、いい意味で裏切っていきたいという、と言い切る平野さん。30代へのステップを迎える不安も感じながらも、イブ・サン・ローランと共に、魅力的な男性への変貌を期待しています。香水に対するこだわりも明らかに。 自身を匂いフェチと認め、手の甲に香水をつける独自のスタイルを披露します。イブ・サンローランの香水、リブレについて語り、自分のペースに持っていける気がしますね。と、香りが彼にとって特別な存在であることを教えてくれました。洗顔に対する新しい発見も明かす平野さん。イブ・サンローランの洗顔料に感動し、毎日使うようになったと告白。 洗顔後のツルツル感や滑らかな洗い上がりに魅了されている様子が伝わります。会見でのメイク直しでは、緊張感の中で堂々とメイクを施す平野さんの姿が印象的でした。完成した CM やビジュアルについて、本当に自分なのかなと驚きつつも、クールでエレガントな雰囲気を保ちながら、自分らしさを表現していくことの難しさを振り返ります。 そして、リップへの愛情を明かし、リップを塗らせていただいた瞬間に自分自身の気分が高まっていくという感じがあったので、あ、そのまんまだなと、まさに、クチュールミアップを体験しました。とコメント。その瞬間の自信に満ちた表情が印象的でした。最後に、アンバサダーとしての今後について問われた平野さん、自分に合ったルージュピュールクチュールを見つけてもらえた。